こんにちは、荒木和弘です。令和2年6月19日金曜日のビデオメッセージをお送りします。昨日飯倉交換事件のお話、そしてその時の横田茂さんのお話をさせていただきましたが、後でFacebook の方でいただいた、ちょっとコメントの中で、その後その時のですね、飯倉交換の中での福田官房長官の言葉の話がありました。その現場にいましたので、ちょっとその話から、させていただきたいと思います。横田さんはじめとして、死亡と伝えられた方々には一家族ずつ、説明をされたんですね。でその後で、生存というふうに言われた4人、この時は曽我さんのご家族はおられないので、蓮池さん、奥戸さん、から浜本さん、千村さん、4人のご家族が会議室に集められて、そこで福田官房長官から説明を聞きました。福田さんはなんかメモ用紙なものをですね、持って、蓮池薫さんはなんとかなんとか研究所で翻訳の仕事をしておられます、奥戸幸子さんは専業主婦ですとかなんとかいうふうにですね、説明をしていきました。で、そうしたら蓮池さんのお母さん初井さんがですね、そんなこと聞いてるんじゃないんですって、横田めぐみさんたちはどうなったんですかというふうに聞かれました。で、ご家族からすると今までみんな一緒にやってきてるわけですから、自分のとこという話だけではなくて、他の人は一体どうなってるんだということをですね、聞きたかった。そうしたら福田官房長官は比較的ポーカーフェイスの人ですけども、顔色変えてですね、黙りなさいって言ったんです。黙りなさいって覚えてますか、こう手を開いてですね、皆さんのご家族は生きてるんですよというふうに言いました。あれは何だったのかなって後で考えてみると、おそらく、政府としては生きてるというふうに言われた方の家族は喜ぶんじゃないかと。で、それによってある意味で言うと家族会も分断できるんではないかとか、そんなことまで考えたんじゃないかなという感じがいたします。少なくともああいうふうにですね、逆に起こるというふうには思わなかった、それだけ当時、家族会の方々の団結は強かったということです。で、しかしこの時の反応が、政府にとって予想外だったように、もう一つの予想外がありました。それが曽我ひとみさんです。で、曽我さんについては政府としては、拉致だというふうには認識していなかった。で、9.17 の2月ほど前に佐渡で拉致の集会がありまして、で私もその時行きました。あの時後に救う会全国協議会の会長代行になる小島春則さん、当時救う会新潟の会長ですけども、案内をしてくれて、そこで大沢隆さんですね、前の特定失踪者家族会の会長の弟さん、大沢隆さんについては新潟県警は、拉致の可能性は高いというふうに見てるんだと、だけど曽我さんは、違うって言ってるよという話をしていました。その曽我さんが拉致だということが分かった。でこれで何が起きたかというと、全国のですね、うちも拉致じゃないか、というご家族の声が上がり始めたんです。それまでですね、どんなにしても消息が分からなかったと、いなくなるはずがない、何にも思い当たることもない、そういう人たちがですね、たくさん実はおられたんですね。でそういう方々、何人かはすでに声が上がってたんですけども、その方々が一気に声を上げるようになりました。で、私当時救う会全国協議会の事務局長をやっておりましたので、救う会にも随分たくさんですね、うちもそうじゃないかっていうようなお問い合わせがございました。最初のうちは、こういうことがあったからなんとなく言ってくるんじゃないかなと思ったんですが、それにしても非常に、多いし、やっぱりなんか怪しいかなと思うようなケースがありまして、とりあえず調査票という、簡単な失踪状況を書いてもらう紙を作ってですね、それをお送りしました。でそれもまたどんどんですね、溜まってくる。次から次へと手紙は来るわ、電話はかかってくるわ、メールは届くわ、というようなことでですね、もうその調査票もどんどん溜まっていきました。で、しかし、あの頃ちょうど5人が帰ってきた頃でですね、で、私もその当時ちょっと大学の仕事が忙しかったこともあって、手がつかない。でしょうがないから書類をですね、家に持って帰って、家内にですね、それを整理してもらいました。
で、そうしたらば、私よりも先に家内の方が、これは絶対にですね、なんか偶然じゃないっていうふうに言い始めたんですね。これも不思議な、今までもちょっとお話をしましたが、例えば看護師の方がいなくなっているとか、同じ時期にいなくなってたりとか、あるいは失踪の仕方が似てるとか、そういうのがですね、一つ一つを見ていくとわからないんですけども、全部並べて見ていくと、見えてくる。これは、ちょっとですね、ほっぽっとけないというふうに思うようになりました。で、当時、うちの家内は自分の机の前のところに、クリアファイルに入れてですね、こうずっと、その失踪者のファイルを一人ずつ別々にしたやつをこう置いてあったんですけども、夜、私も帰ってくるのはもう夜遅かったもので、一人でですね、その作業をしてて、なんとなくこのファイルからですね、こう助けてっつってこう手が出てくるような、そんなこう気持ちにとらわれたことがあったというような話をしておりました。で、これがどんどんたくさん集まってくる。で、このままでは置いとくわけにはいかないということでですね、で、年末、一度発表をしようという話になったんですけども、これはもうちょっと準備をしてからという話になりました。で、その間、年末年始いろいろあったんですけども、ちょっとそこを置いといてですね。で、もうともかくこれは、別途にやるしかない。で、それからおそらく、これやってると、拉致じゃなかった人が出てくるだろうと。で、その時に、全部間違いだ、拉致じゃないというふうに言われないようにするためには、そのリスクをですね、負う人間が必要である。ということで、もうこの失踪者のことをですね、切り離して、作ったのが特定失踪者問題調査会です。平成15年、2003年の1月10日にスタートをいたしました。で、最初の発表40人、私は40人ぐらい出せば、10人ぐらいですね、すぐに、いますよとか言って見つかってくれて、その残りを絞り込んでくればいいんだろうなというふうに思ったんですが、40人発表して、その時はですね、NHK が特番を組んで、私が一人ずつ発表するのをですね、全部そのまま生で流してくれました。これ以上の、広報する効果はなかったんですけども、それをやっても実は一人も出てきませんでした。で、一人だけ、家に電話がかかってきたという人がいたんですけど、これも本人かどうかはわからない。結局、40人の中で、後で見つかった人はいましたけれども、その時はともかく出てこない。ということでですね、一体これはどうなるんだろうと、本当に泥、底なし沼に足を突っ込んでいったような、感じで、ございました。その底なし沼、始めてからもう17年経ってしまって、結果が出せないのは本当にお恥ずかしい限りですけれども、この小泉訪朝から、半年ぐらい、半年も経てないですね、3ヶ月ほどの間に、こんなことがあったということでお話をさせていただきました。今日はありがとうございました。